皆さん、どうもどうもよろしく、わらしろば DK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていこう。でね、今回抜け道探すんですよね。ちょっとね、なりきり趣味の曲だなって。ちょっと、何か調べるところがあるはずやね。きっと、あるはずやねん。で、ここら辺にあるんじゃないかなって俺はなんとなく思ってるけど、ないか？ないっぽいな。こっち側は違う。じゃあ、なんか下の方にあるんかな？プライベートルームのところに、なんかありそうな気もせんでもないんやけど、まあ、一旦大広間の方行きましょう。多分この大広間のどこかにあるんやろね。そんな気するわ。ここら辺じゃないか？あ、ここっぽい、なんか。なんとなくそう、ここら辺にありそうな予感がするよ。あ、寝床、寝床から行けんじゃん、これ、きっと。寝床空いてるもんな。抜け道か。一体どこにあるんだろう。抜け道というからにはきっと、将軍である時宗のプライベートな場所にあるはずよ。プライベートな場所か。あんま入りたくなかったっていう。プライベートルーム。ド派手なベッドだ。ド派手なベッドか。大広間ね。ここやね。そんな気するわ。こっち側にありそう。なんだここは。全面金ピカね。全面金ピカ。すっごい。全部金目のものじゃない。勇気お前な。勇気興奮しすぎ。そうそう、興奮しすぎ。それにしてもここ一体何なのかしら。川屋ですな。川屋？え、ここがトイレ？あ、川屋ってトイレなんか。ほらほらほら、言った通りじゃない。京都シティのトイレは。全部金だって言ったでしょ。マジか、勇気当たったやん。川屋といえば最もプライベートな空間と言っても過言ではありませんが、積極的に調べてみましょう。積極的に調べて。積極的に。気乗りしないけど仕方ないわね。仕方ないわね。あそこ調べるのは後でいいかな。あの真ん中にあるやつさ、なんかこっちら辺ちょっとひとまず調べといてから調べたくなってくる。あんまりな嫌やねん。あんまり嫌やねんよ。やっぱ調べるしかないか。いやもう調べたら、あ、上がった、上がったよ。うん、あ、電気がせり上がった。せり上がったな。あまりのことに突っ込む気力もうせるわね。確かに、もうちょっと、どうしよう。この扉から抜け道に繋がっているはずですが。あれ、あ、どっから出てきた俺。え、あれ、あれやな、お前。え、ちょっと待って。え、待って、どっから降りてきた俺。この扉の先が抜け道だな。行こうぜ、早くしないと時宗が逃げちまう。そうやな。ちょっとここに入るのは気が乗らないんだけど。そんなこと言ってる場合。まあ分かるよ、カリンの気持ち。そうです、カリン様。さあ参りましょう。まあ分かんねんけど、非常事態やんか。えい、分かったわ。鼻つまんで入るわね。そうして、ごめんな、ほんまカリン。やばいやろ。時宗。お前、おもろ。どんだけ。何か。少し待つが良いぞ。疲れてんやろ。わしはもう走る。ダメだこいつ。そうですか、ならば少し休まれますかな。
休むぞ。まったく、何故わしがこんな目に。ところで時宗様、最初を蘇らせるということは、今最初の魔導器をお持ちなので。何故そのようなことを聞く。いえ、魔導器が無事なのかが気にかかりまして。無用な心配じゃ。魔導器ならば絶対に無事じゃ。なぜそうはっきり言い切れるのですか。無事と言ったら無事なのじゃ。しかし万が一にも奴らの手に落ちる危険性があるのならば、用心に越したことはないかと。魔導器は今いずこに。くどいぞおぼろ。魔導器は絶対に無事じゃ。門に一つもないわ。何故に。何故に。確かに京都シティの魔導器はの、代々将軍が幼少の頃、その体内に封じる施術がなされるのじゃ。ああ、そういうことね。虫の体の中にあるのじゃから、無事に決まっておろうが。なるほど。え、それさえ分かれば、もはや豚に用はない。もはや豚に用はない。豚。何何。ああ、時宗終わった。死ね。ああ、時宗死んだ、これ。うわぁ、なんじゃ、お主、わしに何をした。お前を斬ったのだ。それすらわからぬか、うつけめ。あわわわわわ。時宗笑ってくる、これ。なんか、赤いのが流れてるよ。流れてるよ。時宗。熱い。違う。痛い。わしはまだ死にたくないのに。まデビルゴーレムの魔導器があれば、我らが一族の保身など十分に変える。そうなればもはや貴様などゴミ虫ほどの価値もないわ。死にたくない。豚は豚らしく死ね。豚は豚らしく。ああ、時宗死んだ。謎の男を吐いた。どこにでもおるな、謎の男。ちょ、謎の男よ。お前は何者なんだ。何者なのだ。あ、時宗が死んでいるのだ。終わった、死んでいたのだ。これは時宗が死んでる。なんということだ。すまぬ、さやか、間に合わなかった。一体誰がこんなこと。いや、分かりきってるやん。状況から考えたら、あのおぼろってやつじゃない。その通りだ。またあんた。またあんた。そう邪険に扱うな、バンビー。情報を教えに来てやったのだからな。ほう。時宗はおぼろに殺された。おぼろね。そして体内に隠していた魔導器を奪われたのだ。体内の魔導器。そうだ。京都シティでは将軍の体内に魔導器を埋め込み保管するのが習わしだったようだな。おぼろは魔導器を奪うために時宗を殺したということか。そういうことね。そういうことになるな。じゃあ全く事態は好転してないってことか。ついでにもう一つ悪い知らせをしておこう。悪い知らせ。奴が最小の社に現れるぞ。あー、デビルゴーレム、あのクイーンオバエスな。奴って。来た。右腕が、右腕が血がらが。奴は右腕が。奴とはもしや。クイーンオブアイスだ。クイーンオブアイス現れるか。
まあな、だいぶ現れてなかったもんな。そんな気してた。ついた。そんな気したよ、ほんまに。さて、これからどうしたものかな。オーブルはやられたな、これな。デビルゴーレムの魔導機ならば、いくらでも欲しがるものがいるだろうな。いたよ、クリオボイスが。ええ、いくらでも欲しがるものはいるでしょう。例えば、私。拙者が望む代価を払うのは、書いては問わぬ。たとえゴーレムでも構わぬ。あら、そう。じゃあ、いただこうかし。お代は、そう。デビルゴーレムに直接手を下す。死ぬ栄誉は、とか。何おもろなシーンだ。人間ってどうしてこう浅はかなのかしら。さて行きましょう。最初お目覚め。話もせえへんやんか、どうや。話そうぜ。なんとか、共鳴は収まったか。おい、あんた、クイーン・オブ・アイスが来たって、本当なのか。ああ、残念ながらな。奴は宰相を復活させようとしている。宰相、どういうことだ。どういうことや。物事には複数の側面があるということだ。どういうこと。急ぐがいい。手遅れになる前に最初の社へ行くのだ。あ、うん、ま、分かった、分かったけど、時宗ここに置いてけぼり。時宗死んだ抜け殻そこに置いてけぼりってなんかかわいそすぎるな。あ、うん、相手もあった。こっちやめね、アイテムだけやね。今取っていこう。あ、洗濯ネット。ちょっとなんかもうここら辺に来たらさ、1万ぐらい膨れよ。一桁違うんちゃうか。え、この上行く。え、どっち。え、どっち。ちょっと登るわなら。え、あ、あい、出てくんのか。ここでもここでも出てくんのか。ここでも敵は出てくんのね。うん、そういうことね。あ、この位置ばっかやわ。この位置ばっかやわ。行くぜ。よっしゃ、行くぜ。どうだ。よいしょ。おい、しまった。やばいな。出るかよかった。ビューティー EX のグラティックダンス中毒だよ。あ、そういやね、あのカットされてるとは思うんですけど、前回のね動画で一応ね、カリンもね、EX スキルなんか手に入れました。あ、3000ダブルだったか。確かね、スキルで勇気じゃなくて、カリンやね。カリンでスキル習得ではなくて装備で EX 見たらわかるんですけど、これね、バスターシュートっていうものをね、習得しました。まあ、それだけ言って、まあ、先進めていきましょう。まあ、それ言っとかなあかんかなって思ってたからね。ひとまず、それだけ言って。次やっていこう。どっち側行ってる。俺、ちょっとどっち側行ってる。あ、こっち当てるっぽいね。よかったよかった。ここどこで出んの。受験場の峠。あ、あそこな。ここな。え、ここなってどこ。ここなってどこやね。わかってなさすぎやろ。どうだ、なんかできるか。あー、ホブゴブリン。ホブゴブリン？ああ、こいつか。さあ、サハギン。どっちも微妙。どっちでもいいやもん。どっちでもいいやって。微妙すぎる。よし、じゃあ行こう。次行こう。ここどこ？峠やろ？峠。あ、あそこか。前々回かな。でね。峠の方の行く
道ありましたね。せや、あそこ鍵かかってて行かれへんかったんや。あ、ここに出てくんのか。なるほどね。二丁拳銃が火吹くよ。炎よ。よっしゃ。止まらせるわよ。よいしょ。遅い。よーしょい。これはいい。HP トレインダンスは今。だいぶ楽できる。こっちが。カリンに攻撃してくれたら助かるよ。敵敵スキーラー、どうした、スキーラーとか悪いさすがに乗れる一応に乗れる下げてるね、わしがみんなが使うね、俺は、まあ、アタピーやるし麦の入ってるアルコールのものは飲めないんだよね。どこかあげる、どこ、あ、あそこかなんかワーテルだけやったから、あれどこって思って、どこ行ってるんやってね。この先か、なるほど、よし、この先で多分冷気、あ、せやですね。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。